おお、別のだった。慎重に。慎重にだ。おお、道だ。おお、でっかい。やってみましょう。あ、話したか。お、当たった。当たってるんですけど、話したっぽいですね。あ、入った。お、お、来たね。ちっちゃい。何これ。お、ベンチだ。え、いいよいいよ。だけどメジナがいるのはいいことですよ。コッパの中だとちょっときついんだよね。ワイシャツ。ああ、だ、口太が欲しいよね。あー、やばい、いろいろ落ちちゃう、ちょっと待って、いろんなものが落ちる。どうなるか。よしよし。あれ。まあまああるか。あれ。これはコッパじゃなさそうだよ。なんだこれ。ああ、まあまあまあ、だけどそれでもあれだね。足裏サイズぐらい。これひな壇って、あの沖に根があるんだよね。あの人たち今いるじゃん、二人釣り人。あそこのこう延長線上にこう根があるんだよ、こうやって全部。うん。だから割と結構沖でも食ってきたりはするよね。メジナだな、これメジナっぽい。サイズやっぱそうでもないね。ああ、まあそんな小さくもないんだけどね。ねえ、やっぱりちょっとサイズが伸びないですね。だけど今ぐらいのが出るんだったら、そのうちサイズアップはしそうな気がする。乗ったか。お、なんだ、アイゴだ。アイゴやってるよ、これ。アイゴか。ついに来たか。見たね。ああ。なんかそれっぽいのが見えてたんだけど、ちょっと信じたくなかったんだよね。絶対違うと思ってた。いや、もうこの季節がやってきたって感じだね。夏に会おう、夏に。はい、
よっしゃ、来た。お、ちっちゃい？やっとくじぶと。おうおう、悪くない悪くないよ。これが最後かな。これがメジナだったら嬉しい。あ、メジナだ。よかった。だけど、ちょっとなんかサイズもうちょっと大きいんじゃない。メジナさ、あ、そうだね。これが大きくなってくれればな。これお腹の子、うっ、おー、ありがたい。おもう上がらないですね。そんな季節になったかな。はい、うん、大事ね。これ行くかな。これ行くか。ライトアップしね。いや、口太いでしょ。うん、いいとこ入ってますけどね。まあ、どこならきついんだろうな。OK、入ってる。最後だな。もう虫だ。よっしゃ。ちょっとサイズアップしたよね。ねえ。引きが強いからアイゴかと思ったよ。あ、まあまあでかいよ、この梅ちゃん。見て。まあまあでかくない？33ちょっと超えたぐらい。アイゴが見えてるとこう、なんか引きが強いと全部アイゴだと思っちゃうんだよね。メジナとアイゴが共存してるよ、これ。同じ棚で。アイゴって分かった瞬間ちょっと雑だよね。ああ、抜けた。
あれなんか、なんか釣ってたか、フグ、フグ、フグだね。あれあれ、なんか見て、なんか高切れしてる、俺のフグかな、高切れしてる、高切れ、フグだ、やっべえ。メジナっぽいんだけどね、餌の残り方ってメジナだっすよね。え、うん、足裏かな。どっかでサイズアップすると思うんだけどね。よし、当たった当たった。よし、これはいけそう。あー、くそ、フグだね、これフグだ。また高切れした。どこ行ったかわかんないね、もう。いいね、なんかね、この感じね。仲良さそうでいいじゃん、この感じ。ああ、いやいや、そうで、行く行く。ほんで今ちょうど2人とも同じとこなんじゃないの、足掛け。当たった当たった当たった。ちょっと待って、ちょっと。ちょっと油断してたよ、俺。アイゴかな。あ、メジナだよ、これ絶対。メジナだね。もうメジナだ。ほら。お、地合い来たんじゃないの？ついに。うん、30あるね。ああ、まあ33とかあるんだ、これで。当たりだな、あれ。あ、まった、あ、乗ってるか。おわおわだ。乗ってた、乗ってた。何今の。おぉ。だこれメジナはメジナだね。お、このサイズぐらいはいるよ、ほら。俺今またフグにやられたかなと思った、今。焦ったよ。30ないけど、一応超えると思う。
あの潜り込む人って結構強いね。ねえ、グイグイ行くもんね。あんまりグイグイ行ってもな。この辺で。持って帰った？え、あげましたかまだ。あ、俺のがないや。あめっちゃかじってますよ。本当。いつの間に。しかもでっかい方持ってきやがったあいつ。もうパクラパクラパクラ。行けます。もうちょい行け。もっと行け。もっと行け。もう少し。メジナかな、メジナだよ。お、メジナだ。やった。ちょっとサイズアップしたよね。やっとサイズアップしたじゃんか。ちょっとバラしたらダメよ。そうだ、ね、だけど今ガーッとこう張ったらこうコツ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 竿先に出てたから、もしかしたら、うん、そう早めに食ってたかもしれない。棚が読めないのちょっと辛いよ ね、 そうですね。棚が読めないからだから連発させられないんだよね。もうこいつはすぐクーラーボックス入れないとまた猫に食われちゃうよ。とんでもないよ猫。血抜きしといてやられたんですか。そう、血抜きして、ほんでもう一匹その一回り小さいやつは生きたまま一旦水汲みバッグ入れてたら、はい、普通生きてるやつ持っていくじゃん、はい、ねえ、でかいのちゃんと持ってったよね。逆だけど、まあそれでも31センチ、31ですね。やっぱりさ、自重してあげよう。帰れ、ほら君はまた大きくなってから。仕掛けを変えました、針がグレバリの5号、ハリス2号を1広半、誘導矢引き取ってます。浮きを 3B の浮きに変えました。重りは 3B、より戻しのすぐ下に打ってます。棚がなかなか安定しなくてですね、一広ぐらいで食ってくる時もあれば、竿一本ぐらい入れないといけない時もある。午前中こっちの方からかなり強い風吹いてたんですけどね、もうだいぶ収まってきたので釣りはやりやすいですね。タタタタタタタ、うわあんな早く、あれメジナって感じじゃないな。だけどあメジナだな。よっ、オナガだね。オナガメジナ。29センチ。29センチのオナガメジナでした。ほら、リリースしようね。夢中メジナなんだね。
口太めじな足裏サイズぐらいです。手のひらから足裏ぐらい。魚は元気なんですけどね。ここからサイズアップ。アイゴだ、アイゴだね。アイゴ気をつけてね。本当刺されると痛いよ。もうなんか悲しくなってくる。なんか刺されるとなんかもうね、もううわーっていうか、なんかねちょっと悲しい虚しい気分になる。そうそう、誘導をひとひろに変えて、狙いの棚が今2ひろ半ですね。ここでやってみよう。もう今これ2ひろ半なんだけど、もうぶっちゃけね、2ヒロ半でも餌がずっと残り続けるときって、それ以上深くして食ってきたっていう、もう経験値があまりないよ。うん、まあ、だから結局もう浮いてくるとき、2ヒロ半以内ではもう浮いてきてるイメージだよね。だから今多分口元に届いたとしても食わないかもしれないし。いやどうなんだろうね。だから塩はだけどそれなりに動いてはいるんだけどね。このひな壇ってこう入る回数が少ないから、なんかデータが少ないよね。まあ城ヶ島で一番人気の場所だからね。やべえ、俺梅ちゃんの浮きミスで自分の浮き沈んでたわ。あれずっと見てたよ。なんか俺の浮きちょっと一回りでかくなったかななんて思いながら、目の錯覚かなと思ってた今。あれ当たってるな。ほら食ってた。あアイゴかな。すごいじゃん、なかなか元気だよ。メジナだ。いや、アイゴだ。アイゴでした。あ、違う違う、メジナだ。お、サイズアップしたよこれ、メジナねえ。もしこの棚が正解だったら今2ヒロ半だよ。お、35センチとかいったんじゃないのこれ。これやっぱり飲み込んでるからあれだね。まあ浮き沈んでるの気づかなかったからね、飲み込むよね。ありそうだね。おお、じゃあ36とかあるよこれは。36センチありました。スマホでも撮っとこう。よいしょ。お、でかいでかい。頑張って。あ、メジナっぽいな。
おお、お腹だよそれ。慎重に慎重にだ。おお、めちゃだめちゃだ。オッケーオッケー、いいよ。あ、慎重にだ、慎重に。もうそれ以上大丈夫だから、大丈夫、ゆっくり待ってくれ。大丈夫だ。お、でっかいでっかいでっかいでかい、このままです。あ、ごめんごめんごめんね。でっかいでっかい。よーし、よーし、よっしゃ。これ40いたかもしれないね。35分くらいですか。あー、だけど37、8あるんで。やったよ。いや、頑張って釣りました。おめちゃん、おめでとう。やった、これでかいわ。あ、もうちょいね、37、8だね。すげえすげえ。やっぱこれいいな、これ太鼓があるからね。そうですね。もうすっごい美味しそう。超嬉しい。おめでとうです。ありがとうございます。超嬉しい。やった。もうこれは思い切って 3B とか使っていいかもしれないな。そう、すげえ、ハトをゲットじゃない、あれ。すげえ、そう、やばいね。やばい、もう見て、あれ見てるともう可愛らしい猫じゃないよ、あれ。マジ野生だね。うん、野生だね。あれ、さっき足元でニャーつってたやつでね。はい。やべえ、あんな可愛らしかったのに。どうやって撮ったんだろう。ハトは木めっちゃ好きなんですよ。ねえ、かわいそう、ハト。相方がいなくなっちゃった。